三条天皇は日本の第六十七代天皇、忌名は伊佐田、霊勢天皇の第二王子。母は摂政大将大臣、藤原金家の長女、造王大号長子。花山天皇の異母帝、霊勢天皇の第二王子。霊勢天皇が弟、森平新王に上位してから七年後、天元四年に霊勢上皇と女後、藤原長子の間に生まれた。 その、長子の父は、当時生産未見大納言であった、藤原金家である。7歳で母を失い、父三角、霊勢上皇は、精神病を患っていたため、その貢献は白弱であった。外祖,祖父喧嘩に養子が告示し風格があったといい、喧嘩の障害を受けて育ったことが、大鏡に見える。花山天皇の神奈2年6月23日、花山天皇は出家し、 海人神皇に上位した。一条天皇は、遠友上皇と、女王子、藤原選手の子であり、伊佐田神皇の重邸にあたる。同年7月16日、11歳の伊佐田神皇は、喧嘩の後押しで東宮となる。冷静、遠友両党の鉄律に基づく立大使であったが、東宮の方が天皇より4歳年上であったため、逆さの儲けの君と言われた。 この立大使の理由は次のように考えられている。すなわち、喧嘩は、霊勢、遠友の両天皇に娘を受代させていたが、遠友天皇と不仲であったこと、霊勢天皇は、長子との間に三人の親王を設けていたことから、霊勢系をより重要視していた。また、孫は天皇、娘戦士は、皇太后となり、自らは、摂政となった喧嘩の自己拳尺欲によって、 もう一人の孫である、伊佐田新郎も、東宮とされた。一条天皇の朝廷では、外宮にあたる道高、道金、道長三兄弟が戦後して、政権を掌握し、それぞれ高級政策を敷いていた。東宮の伊佐田新郎は、省略二年、藤原成時の娘、聖子をひとし、同五年には、厚明ら王を設けた。ところが、 外宮である三兄弟の身内から受代した妹の藤原康子と道高の娘である藤原原氏は創生してしまい、観光年間には東、東宮妃、聖死のみになってしまった。観光八年既得状態の一上情は、崩御数日前に上位し、三十六歳の伊佐田、新王はようやく即位することとなった。皇太子には、中宮の藤原明子の子、厚平新王が立った。 翌長は元年、道長の次女剣士が受代して、中宮のとなるが、三条天皇は、東宮時代からの妻である聖子を皇后とし、日皇平律状態となる。道二年剣士は、貞子内親王を出産する。外村の早期即位を図る道長と申請を望む三条天皇との、関係は円滑を書いていたが、道長の娘、剣士がいながら、聖子を立候したこと、 剣士との間には女児しか儲けられなかったことにより、道長と三条天皇の関係は決定的なものとなった。昭和三年三条天皇は眼病を患う。先端の服用直後に視力を失ったと言われる。道長は天皇の眼病を理由に、しきりに上位を迫った。さらにこの年と翌年、代理が相次いで消失。病状の悪化もあり、 同五年三条天皇は皇后、聖子の子厚明親王の立大使を条件に、道長の勧めに従い、第二王子の五一条天皇に上位し、大乗天皇となる。翌漢人元年四月に出家し、ほどなく四十二歳で崩御した。同年八月九日、厚明親王は道長に無言の圧迫をかけられ、自ら東遇を辞退した。このことにより、冷静。 遠友両家の両党鉄律に終止符が打たれ、行為は長く、遠友天皇の直系に返したが、三条天皇の血統もまた、貞子内親神皇を通じて、以後の皇室へ受け継がれていくことになる。上位の際に読んだとされる歌が、小倉百人一首に取られている。後院の名称によって、三条院と追合された。大正以後、院の追合は廃止され、三条天皇となる。 三条天皇北三両両は、宮内庁により、京都府京都市北区絹笠西村上院町にある北三両に事情されている。宮内庁上の形式は遠急。絹笠鏡市町に仮想塚がある。また皇居では、高齢殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。三条天皇から言葉んくくらもと2010。 反対に、遠遊天皇を、冷静天皇単位後花山天皇即位までの中継ぎとみなしていた、喧嘩が、冷静系を重視して、遠遊天皇を軽視していたのを、不仲の原因とする解釈もある。P132 から134橋本2006、158、倉本2010、先端は、中国で古代より、不老不死の妙薬とされていたが、毒物の硫化水銀。 硫化筆を大量に含んでいた。三条天皇は即位後に心臓代理に立てられて、そのまま未使用であった代理に入った三条院に関するカテゴリー。ありがとうございます。